サビ、武装用、中央上の日は、赤川の長瓶の内縄島散歩の時間のザビタン。放送89回目の今日は4月の2日、内縄国の旧暦では、2月の17日、ニオヘイ、エビニオン。今日はですね、4月の2日、昨日は4月の1日、沖縄にとってとっても重要な日でした。と言いますのはね、アメリカ軍が73年前にちょうどね、このスタジオの向かいに海があるんですけれども、そこに上陸をした日なんですね。なので今日はそれにちなみまして、沖縄戦に関する話をお届けしたいと思います。それからシーミーの季節ですのでね、シーミーの話、それから明日は4月の3日でシーサーの日ということになっていますのでね、シーサーの話もお届けしたいと思います。香川町便の内縄島散歩、番組のご案内や赤川町便鋭便、8時までお楽しみくださいね。改めまして、愚数用中がなびら、赤瓦町便の内縄島散歩の時間がやってまいりました。だいぶあれだね、日が長くなってきてますね。まあ、やもしになったら真っ黒しになって外の姿も見えなかったんですけれども、今日はスタジオの外を歩いている方のね、姿まで見えるようになってきました。放送89回目の今日は4月の2日、内縄国旧暦では人ごちの17日、寝の日、やいびにゃ。さて、冒頭でも申し上げたんですが、73年前の昨日、4月の1日は、アメリカ軍が沖縄本島に上陸をして、本格的な戦闘が、と言っていいのかな、一応まだ陽動作戦に入るんですけれども、上陸をした日ということになっております。石地立ちなしは、懐に入りら、単に物しがた、戻ってたぼり。石地立ちなしは、ふちょくるにいりら、たんりむとしがた、戻ってたぼり。慰霊の日を抱いて、懐に入れましょう。まあ、魂をって意味なんでしょうね。どうか生きていた頃の姿に戻ってください。これはですね、旧大宜味村役場の建物の斜め向かいにあります、終戦50年記念碑に彫り込まれた龍花でしてね、オーガニックの方の作品なんですよ。戦で子供を亡くして、その名前が刻まれている慰霊碑の前で、できることなら生き返ってほしいという気持ちを呼んだんでしょうかね。激しい地上戦は多くの方の命、それから戦が築き上げてきた貴重な文化財を破壊しました。昨日4月1日は、アメリカ軍が沖縄本島に上陸した日なんですね。これから6月末まで、3ヶ月にわたって激しい地上戦、それから戦艦から撃ち込まれる鉄の暴風と呼ばれる艦砲射撃の嵐が沖縄を襲うことになるんですね。その沖縄戦の教訓を生かして平和を祈る意味で再度今日は沖縄戦の話をしてみたいと思います。まずは沖縄戦の特徴と言われているものから考えてみたいと思います。その1、ステイシ作戦と長期にわたる戦闘。これ初めから、勝ち目のない戦なんですよね。何しろ6倍以上の兵力でしたし、それから機械を使ってますんで戦力も全然違っていたんですね。じゃあなぜそれをやったのかというと、日本本土防衛の時間を稼ぎなさい。それから国体護持というんですが、要するに天皇制を守るための交渉をする時間を稼ぎなさいという命令だったんですね。
なので沖縄で、3ヶ月にわたる戦闘が行われていったんですね。次に住民を巻き込んだ戦いです。日本国内で住民を巻き込んだ唯一の地上戦です。よくね、国内唯一の地上戦というふうな言い方をされるんですが、実は硫黄島という島でね、まあ、住民はいなかったんですけれども、日米が相当激しい戦を行ってますので、これは住民を巻き込んだ唯一の地上戦というのが正しいそうですね。サイパン島が陥落した1944年7月頃から、疎開、住民がもう危ないということで、他府県とか逃げたり、ヤンバル逃げたりしたのが始まったんですけれどもね、すでに制海権を握っていたアメリカ軍のために輸送船が次々と沈められまして、思うような輸送ができなかったそうです。結果的に45万人の住民が牛島満中将を率いる南西諸島守備隊、俗に言う第32軍ですね、陸軍約8万6400人、海軍1万人、これ足すと9万人になりますけれども、現地で招集された防衛隊を入れると約12万の戦力だったということですね。これが住民とともに沖縄に残り戦っていくことになるんですね。それでは実はですね、今日はちょうどね、次のツアーの準備ということで北谷町の砂部区に行ってきました。でそこにですね、火が立ってるんですよ。アメリカ軍上陸モニュメントね、沖縄戦上陸モニュメントというのが立ってるんですね。でその向かいには実は砂部の浜というのの火碑が立っておりまして、大変のどかな時代の歌が残っているんですね。この二つを思いを馳せながら、まずはこの歌からかけてみましょうか。先ほど出てきたようにね、今の子供たち分からないみたいだから、要するにアメリカ軍の戦艦から撃ち込まれる砲弾のことを艦砲と言います。でこれがものすごい多数ね撃ち込まれるんですよ。計算によるとこの艦砲射撃機とか全部の砲弾を含めますと、なんとね畳一枚に一発ぐらい落ちたと言われているんでね、鉄の暴風とはこの辺から来てるわけなんですよ。それでは一曲お届けいたしましょうか。艦砲のクエヌクサーからお聴きください。
デイゴ娘さんの歌で漢方の小屋の草をお届けいたしました。これうちの方言なんですけどもね、さっき言ったようにその戦艦から打ち出される弾、漢方刺激ね、これに生き残ったという意味の皮肉を込めたのかな。要するに漢方が食べたという漢方かい打ちこあっとんと、漢方に食べられたという表現するわけですよ。だから我々は漢方に生き残、漢方刺激の中を生き残った漢方の食べ残しであるということでね、漢方の食えぬ草という表現をしているわけなんですよね。このようにですね、激しい戦が行われた沖縄戦なんですけれども、特徴としましてね、沖縄県でよく教えられているのが、まずステイシ作戦と長期にわたる戦闘、要するに時間稼ぎですね。それから、住民を巻き込んだ戦いであったと。3番目、非戦闘員の犠牲者数が軍人の犠牲者を上回ると。要するに戦争っていうのは軍人が亡くなるのが普通ですけれどもね、軍人よりもはるかに一般住民の方が多く亡くなっているということなんですね。これ第二次世界大戦の特徴でもあるんですけれどもね、沖縄は顕著だったわけですね。軍の方針でもって住民も飛行場建設、それから陣地作りに駆り出されました。そうやって17歳以上45歳以下の男子は防衛隊に取られたわけですね、兵隊に取られたわけです。で、中学生以上の男子生徒は学徒隊、それから女子生徒は女子学徒隊に組織されて戦場に駆り出されました。いわゆるひめり学徒隊とかね、鉄血勤労隊とかそういったのですよ。要するに根こそぎ動員と言っています。防衛隊の戦死者はおよそ2万5千人、学徒隊が890人、女子学徒隊が334人が亡くなっています。まあ、その他民間人の死亡者がおよそ9万4千人、合計で12万2000人を超える人々が、一般住民が亡くなったということになるんですね。で、これに対して軍の死亡者がおよそ6万6000人となっています。2倍以上住民が亡くなっているということになるんですね。軍による住民虐殺、これが沖縄戦のね、痛いところなんですよね。住民の戦争協力を進めるために、住民同士互いに関する状況を作り上げました。沖縄戦では住民の集団自決が、集団死と言ってますけれどもね、これが繰り返し起きたんですが、これは軍の直接の命令であった場合もあるんですが、多くは敵に投降し捕虜になることで、スパイと思われることを住民が恐れた。それと、鬼畜米英と言いましてね、アメリカ軍に捕まったら男は戦車で引き殺されて、女性は強姦されるというようなことを習っていたものですから、怖くて自分で死んだわけなんですね。して事実、アメリカ軍の保護を受けた住民がスパイと見られて日本軍に虐殺される事件もたびたび起きているんですよ。ほら、うちなんちょっとうちなうち使う者の当時はね、特に70年前ですから当たり前に使うわけですよ。そうすると沖縄の言葉を使っているお前はスパイじゃないかと疑われて殺されたということもあるんです。これはね、実際なかったという人もおっしゃる方もいらっしゃるんですが、命令書があるんですよね。現地の言葉で話したものはスパイとみなして処分してよろしいという命令書も出てるんですね。これ残ってるんですよ。だからね、証拠が残ってる以上、日本軍がね、住民スパイして殺したって嘘だっていうのは成り立たないですね。それと、やっぱり極限状態なのでね、何が起こるか分かりませんし、だからといってね、この人が悪いわけじゃないんですよ。これ日本軍の体質だったんでね、当時の。仕方がないことかなとも思ったりいたしますね。ただ特徴として、沖縄を守りに来た。住民を守るはずの軍隊が逆に沖縄の住民を殺してしまったという事実が明らかなこととして残っているというのが沖縄戦の特徴です。もう一回復習してみましょうか。一つ目はですね、時間稼ぎのステイシ作戦であったと。日本本土を守る時間を稼ぎなさいということで戦が行われました。そして二番目は、住民よりも軍隊よりも一般住民が亡くなった人が多いということですね。それから日本国内で行われた住民を巻き込んだただ一つの戦であったということですね。これが沖縄戦の特徴になっております。そして4番目に軍による住民虐殺が行われたということなんですね。こうしたことでね、多くの住民が亡くなっていったんですよ。で、長尾に一つね、言いたいことがありまして、まあ気持ちはわかるんですけれども、沖縄の戦の話をするときにね、どうもその日本軍が住民殺しましたっていうのがあまりにも強調されすぎている節があったりするわけなんですよ。そうしますとね、
日本の兵隊さんがかわいそうですので、次はねいろんな見方で話をしましょうということに移っていきたいと思いますが、その前に一曲お届けしたいんですね。北谷町の砂部というところに今日テレさんという方にお世話になったんですけれども、米屋窯という窯をね、連れて行っていただきました。で、北谷町は実はアメリカ軍はね、北谷から読谷にかけて上陸したんですよ。で、その上陸地点の一つとしましてね、砂部の海岸に、米軍上陸モニュメントというのが建てられています。要するに沖縄戦をね、後々まで語り継ごうということで、建ててあるわけですよ。で、そしてここから戦がやってきたわけです。で、その海岸っていうのは戦前まではね、非常に素晴らしい海岸でして、夜になると男性と女性がね、平和な時代はですよ、愛を語っていった場所でもあるわけです。なのでそこでね、砂び浜売りて語らなやくゆいと、砂辺の浜に降りて今日は語りましょうっていう歌が残ってですね、砂辺の浜の歌碑っていうのがあるんですよ。長瓶、この場所とってもお気に入りなんです。変な意味じゃないですよ。一方は戦ね、人殺しの戦の記念碑、ここは文化である華やかなね時代の歌の碑なんですよ。この二つの対照的なものがとても意味合い深いと思うんですね。そういえば北谷町さん、ちょっと一つ気になったことあります。おしっこしたくなってトイレに入りましたらね、男性小便器の真ん前にモニュメントがあるんですよ。あれちょっとグブリにならんかなと思うので、ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。それではお届けいたします、砂部民謡研究所の皆さんで砂火の浜、お届けいたします。
すなべ民謡研究所さんの歌声で砂火の浜をお届けいたしました。下記に4番までね書いてありますんで、あの砂辺のですね馬場公園っていうところにありますからね、よかったら皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。まあ、綺麗に砂浜も作られておりましてね、ちょうどあのアメリカさんがキャンプしていたりしたところが非常にこの平和な世の中かなと思ったりしたわけですが、さっき周辺にね外国人の住宅が増えまして、この馬場公園もみんな外人の子供たちが遊んでるんですよね。ハサビを73年前はね敵としてね戦った人たちがですよ、そこで遊んでるんですよね。で、日本人の子供も一緒に仲良く遊んでるのが非常に印象的でしたね。さて今日は沖縄戦の話をしているんですけれども、沖縄戦っていつ始まったんでしょうか。4月1日という人がいますけれども、これ3月26日にケラマに上陸していますのでね、そこが始まりだと言われています。で、終わったのはいつなんでしょうか。最高司令官が自決した6月23日慰霊の日でしょうかね。実はねその後も戦闘は続いてるんですよ。と言いますのは、最後の一兵まで戦えということで命令が出ていましたのでね、戦闘中止という命令は出ていないんですよ。なので、ずっとゲリラ戦みたいにして戦っておりました。ちなみにですね、戦闘が終わった日ではなく、あれは組織的な戦闘が終わった日ということになるんですね。ちなみにその後亡くなった方もいらっしゃるんですよ。アメリカ軍も24日からはもう本格的な戦闘ではなく、残存兵をやっつける掃討戦というものを行っていますしね。で、アメリカ軍として沖縄作戦終了としたのが7月の2日で、終戦が8月15日。ちょうどね日本軍の残存部隊、これあの最高司令官なんか死んでましたので、結局宮古からね、軍司令部を呼び寄せ、司令官呼び寄せて第10軍の、米軍の第10軍との間で降伏調印式が行われたのが9月の7日になっています。だけどね、ガマの中に隠れていて戦争終わったことを知らずに逆に亡くなってしまった人、それから早い人はね4月1日に捕虜になってそこから終戦となりますんで、終わった日はそれぞれとなりますよね。残念なのは終戦を知らずに、例えば久米島ではね8月までずっとこう部隊が山にこもったんですよ。そのためにあの総統選みたいなのが行われて、やっぱり虐殺された人もいらっしゃいますし、米軍のキャンプに行ってですよ、あのもらってるのを見つかって雨の日本軍に殺された方もいらっしゃいます。それである村の郷ではですね、みんな出て行ったんだけれども信用しなくて、12月まで一人こもったじいちゃんもいるそうです。それから興味深いのはね、伊江島では日本兵が2人、伊江島ってあの完全に占領されて、実は住民は全部渡嘉敷島に強制移住させられたんですよ。で、住民いない島だったんですね。で、そこのあるガジュマの木の奥の方に隠れておりまして、2人がね、物資を取ったりして翌年まで12月までそこで暮らしていたという話もあるんですよ。なので、いろんな終わり方があるわけなんですよね。それからね、軍の命令でもって強制的にマラリアっていうあの蚊に刺されて高熱を発する病気、これが発生する地域に移住させられて、しかも島に残っていた、食べ物ね、牛とか馬とかヤギとかみんな潰して食べてしまわれたので軍に徴収されたわけですよ。それで帰ってきたもののマラリアにかかって高熱を発してるし、さらに食料がないっていうことで大変な思いをした波照間の住民、それから石垣島の住民などもいらっしゃるので、やっぱり沖縄戦っていうのはいろんな面から見ないといけないなというふうに思いました。そして戦後の苦労も大変だったわけなんですよね。さて大変といえばね、なんか悪者にされがちですけれども、軍人さん、下っ端の人たちはね、ビンタの往復だったそうで、水木しげるさんって鬼太郎の作者が言ってるけどね、しょっちゅうビンタされていたそうですよ。それでは、お届けいたしましょうか。今日はできるだけ沖縄のもんで集めてみました。軍人節お届けいたします。
軍人武士お届けいたしました。ね、軍人の方もね、ほら、だって、故郷にですよ、お母さんもいるでしょうし、兄弟もいるでしょうし、いとし、あの子もいるわけですよね。そういう人たちを、置いて、戦場に出かけていくのでね、とても大変な思いしたんじゃないかな、というふうに思いますね。当時のね、教育がもう国のために死ぬのは当たり前だと。天皇陛下のために死ぬのは幸せだよ、っていう教え方をされているのでね、まあそういったような中で、今の子たちは理解できないかもしれないけれども、大変な目にあったわけですよ。だからね、教育っていうのはとっても大事じゃないかなと思うし、今インターネットっていうのが流行ってるでしょ、使われてるでしょ、まあ各番組もインターネット使って放送してるわけなんですが、インターネットの情報とかね、そういったものに惑わされずに、鋭い目を持ってね、やるっていうことも大事じゃないかなというふうに思いますよ。ちょっと話が逸れちゃったんだけれども、こんなことがあったんです。読谷村での話なんですが、ちびちり釜というところはね、さっきも言ったように、鬼畜米英ということで、捕まったら殺されると思ったもんですから、洞窟の中でみんなでね、もう悲惨ですよ、もう燃やしたり、釜で首切ったりね、して自殺を遂げたわけです、みんなで。死んでしまったわけですね。ところがそこから1キロかな、何キロかな離れてるところに、シムクガマっていうのがあるんですけれども、そこはアメリカ、ハワイ帰りのうちなんちゅういたんですね。で、この人はハワイでアメリカ人と接しているので、アメリカ人はそんなことしないよ。出て行って、捕虜になろうじゃないかと。捕虜になろうって言ったかどうかわかりませんが、出て行こうじゃないかということで、全員助かったんですよね。だから、情報を持ってるか持ってないかでもって、精神の境が分かれてしまったということになりますんでね。情報をいかにつかむか、正しい情報をどうやってつかむのか、今の世の中は余計蔓延しているような気がするんですよね。なので、情報をきちっとつかむのも大切じゃないかなというふうに思いました。さて、それからね、沖縄戦の話をしますとね、沖縄戦にはいろんな人の立場での沖縄戦があるんだということを、知っていただきたいんですよね。まあ一番沖縄では住民ね、やっぱり守るべき軍隊に助けてもらえなくて巻き込まれて、しかも殺されたっていう人もいるもんですから、そこが強調されてしまうんですけども、まさに弱い者に、しわ寄せが行くっていうのはこのことなんでしょうね。これに関してはもう多分耳にタコだと思いますので、逆に日本軍の兵隊ですね。日本軍の兵隊であっても、指揮をするね、中将とか、中将クラスはなかなかしないかな。上官ですよ。そういった将校クラスね。それと一般の兵隊でもまた体験が全然違うんですよね。そして沖縄から徴収された防衛隊でも違うんですよ。重たいからちょっと、笑いっていうか、本当らしいなんですけどね。防衛隊という言葉をね、うちなんちゅうが防兵隊というギャグにするんですよ。どういう意味ですかって。鉄砲も持っていない、帽子か持っていない、防兵隊であるという話をしたりするんですけどもね。防衛隊でも違うわけです。それから、学生だけれども、反強制的にっていうより自主的にって言ってましたね。自主的に参加をした学徒隊、ひめゆり隊とかね。あ、隊ってダメだね。ひめゆり学徒隊とか、鉄血勤王隊とか。まあそういった人たちですよ。そしてアメリカ軍はアメリカ軍の沖縄戦がまたあるんですよ。実はアメリカ軍もね、太平洋戦争中最大の激戦に遭ってるんです。と言いますのは、最高司令官のバックナー中将が戦死してるんですね。これは、太平洋戦争を通じて最高司令官が戦死したというのは沖縄だけなんですよ。だからいかに激しい戦だったか。でね、現在の新都心のところにシュガーローフっていうのがあるんですけれども、そこをめぐる戦いではね、精神疲労者、要するにもうあまりの恐ろしさとかにね、気が触れてしまったという方もたくさん出たそうですからね、アメリカ軍はアメリカ軍の戦争がまたあるわけです。だからそれぞれの立場での沖縄戦の体験があるわけなんですよね。って言いますのはね、前にね、ウンタマムイっていうのが西原町にあるんですけども、そこの近くのウタキを探したんですよ。で、その時にたまたまね、北海道からいらしたという兵隊の、元日本兵の方に会いました。この方はね、ウンタマムイを守る軍人の一人だったんですけれども、機関銃があるでしょ、機関銃。機関銃の総主だったわけです。で、機関銃、いくら機関銃だったら、目が見えなければね、前が見えなければ使わないっていうことで、見るための穴が開いてるわけですよ。たまたまそこにね、弾を食らってしまいまして、右目を痛めてしまったそうです。それで南部に撤退していったと。で、南部の洞窟でのお話まではちょっと明日行くということを聞けなかったんですけれども、その場でね、お話ししながらですよ。こんな戦争はね、もうやるものじゃないよと。本当涙ながらにおっしゃってたんですね。だから住民も大変だったんだけれども、こう戦って日本兵の方々ね、
もう大変だったわけなんですよ。だって沖縄を守りに来たわけですからね。決して沖縄の人をいじめに来ていませんので、まあ、そういったところも、ご理解いただきたいなというふうに思って、いろんな立場があるんですよという話をしました。だからいろんな人たちの体験があるわけなんですよね。そして戦争で人が亡くなるのもわかるんですが、残念なのは、例えばね、その人が持ってる知識、歴史、それもパーなんですね。沖縄では民族って言うんですけども、長らくね、こう受け継がれてきた伝統行事とか昔話とかね、歴史とかそういったものを伝える方々も亡くなったとともに、その資料もなくなってしまったわけなんですよ。もので言うとね、首里城が32軍が豪になったもんですから、もう爆撃を受けましてね、完全に焼けてしまって再建はされたものの、まあ、現在昔の姿を取り戻しつつありますが、それ以外に円覚寺とかも全て消失してしまいました。で、資料があるのはいいけど、ないものはもう全く復元というのはできませんのでね、完全にこの世から消えしてしまったわけです。だから文化が滅んでしまったと言っても過言ではないんですね。実はですね、平成ちょうど琉球の風の後だったから1992年か、大河ドラマでね、東北の藤原四代っていうのをやってたんですね。穂村立つっていうタイトルでした。で、その中のね、第3部で長尾とっても感動したことがあったんです。藤原氏の4代目の安平っていうのはね、歴史上滅ぼされた側なのでとても愚か者だと扱うんですけれども、この穂村立つの中では何が良かったかというとね、お坊さんのところに話し聞きに行くわけですよ。その時にこのお坊さんがね、要するにも源頼朝が奥州を狙ってると、いつか滅ぼされるんじゃないかということで心配してるんです、安平が。その時に昔からね、もろこし、中国では武を持って制するのは下の下であると、文治主義といって文化の力でもって治めるのが非常にいいと言うんだよと教えるわけです。で、上巻西洋という本を渡すんですね。で、しかし継がれた文化があっても武力で攻められたらどうすればいいんでしょうかと言ったんですね。そうするとこのお坊さんが何を言うかと、文化の力こそ民を栄えさせる源であるんだよと言うんですね。で、これに非常に感激した安平はどうしたかというと、最後はですね、やっぱり負けてしまうわけですよ。で、それで自分はもう平泉を捨てて逃げることになるんですが、その時に逃亡するんじゃなくてね、平泉の優れた文化を焼かずに、普通もう武将が撤退するときは火つけてしまうんですね。そのまま残すんです。なぜか、俺は文化の戦をするんだと、頼朝にね、平泉がいかに平和で素晴らしい文化を持っていたかを見せるんだと言って去っていくんですよ。で、そして最後はね、この安井は逃げて、まあ、殺されてしまうんですけれども、結局そこへ着いた源の頼朝がですね、平泉の文化を見て感激しましてね、これを鎌倉にも再現したいということで、円覚寺とかそういった建物を建てたというストーリーになったんですよ。感動しましたね。文化の力こそ国を栄えする源であると、文化の戦をするんだとね、人と人が殺し合うのではなくて文化でもって競い合うんだと。文化で競えば人死にませんからね。まして文化というものは刺激し合ってね、素晴らしいものであれば取り入れる、で、より昇華していくという形でね、とってもいい形で終わるんですよ。もうあれ何回見ても感動しましてね、 DVD でもね、第3部です。ホモレタツ1部2部3部あるんですけれども、第3部のね、4話か5話だったと思いますけれども、皆さんもよろしければ見てみてください。そして最終回にね、文化の戦をすると言って出ていく、もう大感動でしたね。文化の力ね。文化といえばですね、読谷村、私の尊敬する方がいらっしゃるんです。名前出してみやずね、前の村長なんですけれども、山内徳信さんという方がね、こんなこと言ってるんです。読谷はね、文化でもって村を建てていくんだと、読谷村は文化を村づくりの目当てにするんだと、はっきりおっしゃってるんですね。で、そして方針としまして、読谷は昔 95% が軍用地でした。で、それがどんどん返還されていくんですけれども、その時にね、不発弾処理場、要するに爆弾ですよ。これを処理するところがあって、やっぱり被害もあったわけなんです。そこを何に変えたと思いますか？文化を新たに生み出していく、八千門の里に変えたんですね。爆弾を処理していたところ、戦争の爆弾を処理していたところを、新たに同じ火は使いますけれども、火は火でもね、火を使って新しい焼き物を作るという、八千物の里に変えていったんです。すごいと思いませんか？
そしてその時にこんなこれご本人が読んだのか未だに確認できてないんですけれども、ユタサアルフンシマサルチムグクルサチフクル花や村のミヤティ、エミタン村は風水が非常に良いところであると、それに応じて人間が良いところであると、そしてサキホコだから文化、あの花っていうのは文化と書いて花と呼んでたんですね。だから文化の花が咲き誇っている、それを村づくり、文化の花を咲かすことを村づくりの方針に当てているんだという歌なんですよ。読んだ時に大感激しましてね、もうご本人に会った時は本当嬉しくて、長くなりそうだからこの辺にしますけれども、あのいろいろとお話を伺いました。最後にこの今日は沖縄戦の話だったんですけれども、これで締めましょうね。ユタサアルフンシマサルチムグクルサチフクル花や村のミヤティ、文化の力こそ国を栄えさせる源であるホムラタツのシーンと重なって、今実は町民感動でまた涙が出ております。それでは一曲お届けいたしましょうか。沖縄戦の締めとしてはまさにこれは人々の願いでしょうね。平和の祈りお届けいたします。平和の祈りをお届けいたしました。途中で来てしまってグブリーなとおびしが、今日あのお話したいことがちょっと思いが強すぎてですね、話さなきゃいけないことがもっとあるもんですから、ちょっと続けましょうね。さて、今月はシーミーの季節ですよね。シーミー、尊敬語をつけてウシーミーという方もいらっしゃいますが、旧暦の3月、1年を24で分けた二十四節気の一つ清明節の頃に行われる先祖を祀る行事なんですね。もともと中国から伝わったもので、農事が始まる頃に先祖の墓に参って祖先の霊に守ってほしいという願いを込めて、祀っていたそうですね。沖縄では門中の先供養の行事となって、墓の前で線香を焚いて花、酒、お菓子、果物などのご馳走を備えますね。あ、その前に門中って何ですかね。共通の先祖を持っている父方の一族を文中と言います。嫁いでしまったら文中からは外れるわけなんですよね。嫁いでしまったら文中から外れます。さて、同じ墓に入る人たちを文中っていう人もいますね。この方がわかりやすいかな。周囲の種族層を中心に始められましたので、宮古山ではほとんど行われていないそうです。今はやっているのかな。で、市民には2種類ありましてね。もう本当に一番の大宗家。ムートゥヤー。そこに集まって、遠い先祖の墓、神墓、幸の湯の墓、中の湯の墓、アジ墓とか言ってアジシーと読みますが、
ノロバカなどを拝みますね。これ、神牛意味と言っています。で、シーミー祭の入りの日に拝みますけれども、現在では近い日の日曜日に行っていますね。今度の日曜日がそれに当たっているようです。で、これを済ませた後に身近な先祖の墓に行って先祖を祀るんですね。なので、歴史の古い文中は大変ですよ。神牛意味、中ムートの牛意味、そして普通の牛意味、最後に自分たちの牛意味ということで、4回やる人もいるそうですね。お供えする重箱料理は地域や文中によって違いますが、4つの重箱に縦5個、横3個、15個の白餅、あんの入っていないものですね。それから小さい天ぷら、こんにゃく、カステラかまぼこ、豚の三枚肉、赤かまぼこ、昆布巻き、揚げ豆腐、大根、ごぼう、こういったものを奇数の数だけ詰め込んで、お重を4つ準備します。これね、門中や地域によって違いますのでね、必ず長瓶ゲットにしないといけないかね、ということはないですよ。逆にやってしまったら、先祖がびっくりしますからね。シーミー、もともとは季節の変わり目の陽気のいい日に、ピクニック的に親族が集まる要素があるそうですね。門中の人たちが年に一度、先祖の前で顔を合わせて、門中の人々がですよ、年に一度先祖の前で顔を合わせて過ごすいい機会ですね。さて、ところでね、この大切な牛見、先祖を祀る行事ですよ。こともあろうに、イベント、ね、イベント、カーニバルで行おうとしている人たちがいるんですよ。しかもね、琉球のね、中心となるべき、これ王様なんですね。で、場所が玉うどんなんですよ。もともと守ってきたね、ずっと守ってきた人たちを排除して、エキストラまで使って、やるそうです。一体これ何事なんでしょうかね。ちなみにこれにね、北谷町に住んでいらっしゃる方がね、関わってるんですよね。一体何を考えてこういうことするのかわかりませんけれどもね、考えていただきたいものですね。というのは、こういうことしてしまうとね、100年先まで悪が残りますから、長瓶これ悪だと思っています。なぜかって、だってまず一つはね、ずっと玉うどんのシーミーをやってきた一族、チングドンって言うんですけども、その方々がいらっしゃるんですよ。なんでその人たちを排除してやらないといけないかっていうことです。わざわざ。気に入る気に入らないの話じゃないですよね。ずっとやってきた人たちですよ。しかも一門ですよ、大切な。琉球王国の。この王様のね、一番の大宗家ですよ。なんで大宗家を無視して自分たちでやるのか。その一。その二。わざわざですよ。聞くそうと人がいないからっていうことでね。わざわざエキストラまで雇ってやる必要があるんですか、これ。やるならね、もうちょっと一緒にやればいいんじゃないですか。あれ、おかしいと。絶対おかしいと。思います。これはね、祖先祭祀を何と超えてるんですかと思います。ぜひ考えていただきたいものです。そしてですよ、先ほどね、門中というのは共通の先祖を持っている父方の一族って言いましたでしょ。なんとその王様の関わっているね、昔出た貴公子になった方がいらっしゃるんですけども、もう結婚して大和にいますんでね、門中じゃないです。その方もどうやら関わっているっていうのとね、貴公子ともあろう方がですよ、なんとなんと、ユタ語を知ってるわけですよ。ユタの言うことを信じてね、やってるわけです。で、面白いのがね、旧暦の、ほら、わかります?同じ月が2回ある時があるでしょ?そういう時って行事しませんよね。その時にわざわざ拝みに行ってるんです。絶対おかしいと思います。だからこういうふうにね、いくら偉い人であってもですよ、せっかく、激しい戦をくぐり抜けてきて、祖先のことを大事に思って、琉球の文化を大切に守ってきた人たちがいるにもかかわらず、それを押しどけて、わざわざ、イベントみたいにして、祖先祭祀行う。それから年中行事行う。一体どういうつもりでやってるのかな?長瓶全くわかりません。ね。愚数よ、チャーシー、海見整備がや、長瓶は絶対おかしいと思います。今日沖縄戦の話をしたんです。で、特に熱くなってるんですけれども、本当にね、沖縄の文化っていうのは大切に守らないといけないのに、こんな風にね、面白おかしくですよ。イベントみたいにしてしまった分には、もう何にも言うことなくなるし、うちの足間さんぽだって必要ないでしょってなってくるとも思います。急に個人の話になって申し訳ないんですけれども、そういったことがあったので、ちょっと気になって、CB の話をお届けいたしました。今日は沖縄戦の話に始まって、文化の力こそ国を栄えさせる源であるという素晴らしい言葉。そしてね、文化こそが、村づくりの目当てであると言って、それを実践していった素晴らしい人物がいるということを
リスナーの方々にねお伝えしたくて、ちょっと難しかったんですけれどもお届けいたしました。それとね、最近サーサーしてクーラーの音が聞こえたり、それから曲が大きくなったりしたと思うんですけれども、二代さんにお話をしましたらね、職員のおじさんが来てちゃんと調整していただいたので、多分今日声もシャープに聞こえているはずですよね。本当ありがとうございました。さてそれでは一曲お届けいたしましょうかね。何をかけようかな、もうだ興奮しか忘れてさ、とりあえず一曲お届けいたします。時間がやってまいりましたので、この曲でそのままお別れしたいと思います。チューン乳首装置一平二名デイビタン、番組のご案内赤川原長瓶エイビータン、また来週までごぶりーさびらー。